こんにちは、付録レビューチャンネルです。今回は7月28日発売のグロー9月号を開封レビューします。この動画を見て気に入っていただけましたら、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。またこの付録を購入された方がいらっしゃいましたら、使用した感想などをコメント欄で教えてください。開封してほしい付録のリクエストもぜひコメント欄で教えてください。グロー9月号の特別付録はスヌーピーブック型蛇腹貴重品ケースです。今回購入したグロー9月号、付録のスヌーピーブック型蛇腹貴重品ケースを開封していきます。付録の箱から出した状態では背表紙の脇に畳んだ跡が少しついています。後ろ側は全く跡のついていない状態。待ちの状態を広げて実際使う状態にすると、前面の跡は初めほど目立たなくなります。ブック型なので立てておいても可愛いです。ピーナッツのコミックの装丁をイメージしたデザイン。ちょっぴりくすんだ感じの色合いも魅力です。本体の生地はツルツルしたポリエステル素材。周囲は合皮のテープで縁取りされています。背に当たる部分も本のようなデザイン。後ろ側にもロゴ入り。ファスナー周りは鮮やかな赤。ファスナーを開けると中はこんな感じ。蛇腹構造なので大きくオープン。動画は最大まで開けた状態です。3つの収納スペースにポケットがたくさんついた設計。右側のスペース、それぞれのスペースに4つのカードポケットがついています。奥のポケットが深いわけでなく、4つとも同じ深さです。コスメのサンプルパウチや小ぶりのパレットを入れるのに向いている大きさ。リップクリームも立てて入りますが少し浅めです。中央のスペースも同じ作り。ポケット部分も張り感のある素材です。6のポケットだけ若干幅が狭いようで、カ
カードを入れた時にギリギリ入る状態でした。左側のスペース、ポケット部分も張り感のある素材で、ヘアクリップなども留めておきます。カードポケットは合計12個。3つのスペースはそれぞれカードポケットの脇にも物を入れられます。コスメと一緒に折りたたみミラーも入ります。お薬手帳や乳児医療書も入るサイズ。3つのスペースがあるので診察券や保険証を家族ごとに分けて入れることもできます。ポケット脇にはマスクや冷却シートも入ります。文具用のケースとして、蛇腹が大きく開き、内生地のカラーも明るいので中身が探しやすいです。通帳やキャッシュカードも入るので銀行ごとに整理することもできます。張り感と厚みがありかっちりした作りですが、本の表紙にあたる部分は硬い板のようにはなっていません。蛇腹構造と12個のポケットで仕分けのできるケース、本のような見た目なのでテーブルや棚にそのまま置いてあってもおしゃれです。最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。